行かない。いや、バラバラね。バラバラね。いつもここバラバラやからね。はい、来ましたね。始まりましたね。イエイ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 。今日は何回目ですかね。もう何回目かわからんぐらいにね、なってきましたけど、ね、なんか秋いるよみたいなね。はいはい。まあ前回はあのね、いのりさんがいなかったんですけど、はい、今日はね、3人で、はい、ソースさんのグラビアを、うん、あら、はい、どうでしたか、その撮影は。いや、あんまり良くないと思う。良くない。え、何の撮影？塗装図のなんか、うん、制服、うんうんうん、で、教室みたいなスタジオであら撮影をしたんですけど、制服でじゃあやったんすね。なんか俺は、うん、あの制服ないんで、あの女装しかしたことないんで、うん、確かに意外と店の制服イベントで、そうっすね、イベントでも男装持ってないから、はいはいはい、はい、なんかちょっとギリギリで、うん、あれ買っちゃったんですよ、あの、うん、歌プリ分かります？わー、はいはい、ありますよね、歌プリの、はい、あのクルス将軍の、うん、まあ、どちらさんのコスプレを買おうと思ったら、はい、うん、なんか、なくて、うん、新宿のアコスさん、すごい品揃い悪いみたいになって、はい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 、もうどうしようもないなと思って、うんうんうん、そのだから、下と、うん、とりあえずその歌プリの下の制服と、うん、なんだっけ、ダム様っていう、まあライブダム、ライブダムライブダムカラオケダムのダム様のね、うん、セーターを買って、うん、なんか、はいはい、なおしのいだ感じなのに、何ジュテーム、ね、ジュテーム前からあれちょっとそういえばさっきからあの、アキさんなんですけど、どうしたんですか。んなんか、やってるよ、髪セットしてる。あ、髪セットしてる。もうすごい勢いで今、カバン落ちたよ。大丈夫、カバン落ちたね。よいしょ。とりあえず、乾杯しません。あ、今日はお酒いただきましょうよ。ごめんなさい、超ラフです、俺今日。あ、じゃあ今日はラフですね、イノさん、うん、はい、じゃあいただきましょう、はい、イエーイ。ちょっと待って、くしゃみ出そう、くしゃみ出そう、あら、くしゃみ出そう。あ、じゃあくしゃみ出さんときあの、照明見、照明照明見たら、照明見たらいいよ。うん、ほら、すぐ出るからすぐ出る方なんだ、はい、ふざけんなよ、すぐ出る方なの。いやいや、そう、止まる方なのか。あ、すぐ出る方、すぐ出る方、ふざけんなよ。え、知らんかった？うん、そう、そういうのが。え、なに？照明見ると、そう、なんか光を見るとこう、なんかくしゃみ出やすいらしいよ人間の体ってすげえよな、うん、どんなどんな話だよ。あ、ちゃうか、ちょっと、うん、今日、はいはい、近いな、なんか今日暑いな、てか近、うん、ほんとに、はい、さて、今日どうしますか。さあですね、俺ちょっと髪にスプレーしてました、はい。あ、スプレーね、うん、シャーってね。それも今日はあの家にいる気分でやってるんで。俺は今日ね、今日の格好のさ、うん、あれ言っていい、うん、一言。あ、どうですか。いいよ、自衛隊の訓練帰り。で、まあ、こんな感じない？そう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 。戦場で傷、自衛隊の訓練帰り。訓練で傷負いすぎ。訓練で傷負いすぎてね。今日も。ゴロゴロ。あ、だからにあれね。え、今日競歩、競歩じゃない。これ何だ。今日のスタイルどういう感じなんですか。今日っすか。今日これちょっと声優まで行こうかなっていう。声優、はい、ちょっと一回ちょうだい。スーパー訓練お疲れ、訓練お疲れ、お疲れ、ありがとうね、そんな片目隠して訓練したら多分、そうそうそう、すぐ撃たれた、怒られた、すぐ撃たれる、教会に怒られた。あかん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 よ、ほんま。そういえばなんかさ、コメント結構ね、前の放送とか見て、はい、だけど、はい、みんな片目隠してるよね、みたいな。ああ、確かにね。いや、そんなことないですよ。なんだろうね、隠れてんのかなって。隠れてんのかな。あ、てかね、この前の放送見たよ。あ、どうですか。2人ともすごい、喋れたっていうか、しゃべ、この上から、上からって感じで。いや、でもね、そうじゃなくてさ、喋れますよ、そりゃ。じゃあなんかさ、はい、やっぱり、なんだろう、はいはい、うん、普段より喋ってたじゃん。ああ、まあでもね、2人だけだと、まあ、うん、
結構あれはあれで俺良かったと思う、良かったと思うんだけど。ほんますか、うん、あ、ありがとうございます。なんで俺、何かやめてどけどけどやめて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 ください、やめてください、頭上がんないっす、頭上がんない、やめてください、上げてください、上げてください、上げてください、いやいや、もう上がんない、上がんない、もう上がんない、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 からの、なんか面白いことあるよ、これ落ちあるな、これこの長さあるよ、色の、いのり先輩、あざーすって何上からじゃない、違うよ、まあまあ、ね、あの、いつもね、一視聴者としてちょっと、あれ、あー、そうメインじゃなくて、そう、メインとかサブでもなくて、サブでもなくて、何コールの話、上から祈り上から祈り、上から祈り、全然こうやっていくよ、オリコン、オリコン13位ぐらい、あ、悲しい悲しいな、それ全然ダメじゃん、まあでも13位でも、まあ、あっぱれですけどね、うん、はい、だから、今日はいいんじゃない、あの、うん、この前の続きでフリートークとか、まあまあ今日もね、まあ別にいつも通りの北郎は松岡意識、松岡さん、あ、松岡の真似かよ、某有名人の松岡さんってよく言われるけど、松岡さんこれ逆だからね、あ、そこそこはね、逆だから、よく知ってる方、ね、知ってる方逆だからあ、そうだ、でもまあまあまあ隠してたらね、うん、右目は退化してきますから、そうそうそう、でもね、迷った今日、何、右目出したろうかなって迷ってたあ、ほんな、うん、もう出したったらええんちゃうの、ほんなら、でもさ、うん、出すすべって M 字とかしかないんだよね、うん、あー、まあ前髪長いかな、そう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 、あれは普通に、あの、七三分けじゃないけどさ、いや、俺おっさんじゃねえし、そういう、あの、わかるよ、君らが想像してる七三はもうこんながっつりじゃなくて、こう、こうなるみたいな、前髪をこっちに持ってくるみたいな、あ、そっちね、まあそっちもやってみたらいいんですよ、お、嬉しいね、あの、イケメンなんだから顔出しなよってね、そうや、出しでやん、ほんま、マジで出していきたい、言うて、言うてお前もだけどね、キタロウ、うん、嘘、俺ちょいキタロウじゃない、ちょいキタ、ちょい、え、重くそキタロウ、ちょいキタ、どうやろなんだろうまあちょい、いやでも、見えてるけどね、全然、うん、なんかこうやって、カメラで見たら結構、見えへんけど、実物はね、またあれですよね、よいしょ、はい、はい、ということで、ちょい北ね、本当にちょい北にすごいみんなハマってるみたいだよ、新規指名いくら、いくらですか、新規指名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 、まあ、指名よ、指名、その指名よ、まあまあ、まあ、新規指名、新規指名いくら、まあ平たく言えば1万円、そうだ、まあ、ね、1万円でまあ飲めますと、まあ、セットがあるよね、はいはい、はい、ね、そうそうそう、ニコナイトみたいな、初回100円ぶっ飛ばすぞ100円ってまあでも何そのワンコイン制100円でもどうなんだろうねまあ初回とか無料とかもある中ね秋の顔全部見たいだってミニおいで、ああお前、あ、ミニおいでだって、そうやね、見に行ってください、じゃあ実際見に行ってくださいね、実物パッと見たらまた違うかもしれんしね、そうだね、実物がやっぱこの人らは、ね、実物主義です、ないけど京香さんもそうでしょ、いや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 、なんて言ってもね、帝王ですから、あの、ね、持ってく、持ってく帝王ですから、そうですね、違うよいやいやいや、はい、はい、帝王、そんな話じゃん、帝王世界、帝王世界、うん、タンが、目でタンとか言うの、訓練ガイドだからちょっとね、この辺がちょっとね、あれやけどね、訓練ガイドだから、このお酒俺、京香くんツイッターやんないのだって、あ、だから俺やろうと思ってんのよ、ツイッター、やったら、そういえばね、もう二人は俺とアキさんはやってるんで、ツイッター、ね、あ、そうなんすか、よかったらね、あ、ツイッターやってる感じですか、フォローしてもらって、そうそうそう、あ、ほんまに、あ、なんかどっから飛べんだろうね、うん、何がグリッターのブログとか飛べるよね、グリッターのブログ、グリッターのホームページ、はい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 、から、あー、ね、やりたい、やるやるやる、やってください、うん、はい、どんどん、ね、どんどんね、ツイートするんで、皆さん、いいね押してね、いいねいいねないなんかないでしょ、ないけどね、ペタ、ペタペタペタ、ペタじゃん、ペタはそれ、アメーバでしょ、変な知識購読してね、うん、購読、ホスホスは載ってんのかな、わかんないわ、見てみて、ごめんね、うん、ホスホスからこう、行けんのかね、飛べるの、飛べるのね、知らん、何が、ホスホスのグリッターのページからみんなのツイッター、まあ行けるよね、いや、どうなんだ、無理じゃね、あ、そうなん
ニコ生見たって言ったら初回ついてくれますか。全員つきます。つくよ、何があってもつくよ。てかニコ生、ニコ生見なくても別につく。つくけど、うん、ニコ生見たって言ってくれたら、うん、うーん、30秒多くつくわ。結構あの3人とも、そう、俺らのさじ加減じゃね。30秒多くつく。それ俺らのさじ加減じゃね。いや、まあ来てくれたらね、いいですけどね。うん、うん、だけね。でもそういえば最近ね、このニコナイトの、ニコナイトのね、影響なのか、結構初回さんがね、うん、そうですね、多くないですか。大盛況でね。はい、もう、まあね、ナイキさんももう、タジタジですよ、ね、入りきれないかもしれないからね、もしかしたら、ね、そうね、まあ早めにね、うん、はい、連絡入れてくれればもうね。誰に連絡連絡入れてくれればっていうかお店の、そう、お店、はいはい、お店に連絡入れてくれたらね、みんなで楽しませれると思うんでね。かな、はいはいはい。他にもイケメンいるよ。いや、イケメンしかいない、逆にね。うん、ね、うん、イケメンしかいなくない。いや、ほんまによく言われるんじゃう、はい、あの、このなんか自分らでよいしょしてもあれやけど、でもほんまに、うん、ほんまに、そうそうそう、頭なでなでしてくれますかって、まあ、そりゃそうでしょ。え、そらするやろ、そりゃするの、うん、だそうですよ。ね、俺だけみんな京華さんに集まれー。いやいや、ピピーって集まってこいや、ほんま3人のおすすめ1人ずつってこれあるからさ。うん、どういうこと、ね、おすすめ、あー、キャストのってこと。キャストの、あー、いいんじゃない、いいんじゃない。あー、なるほど、いいの拾ってくれましたね。はいはいはい、拾いの秋だ。拾うね、拾いの秋、ゴミ拾いだよ。ゴミ拾い、ゴミ拾いじゃん、ゴミ拾いじゃん。まあポンちゃん、まあ、今名前変わって昴生、はいはい、さん、昴生くんね、うん、イケメンだし、はいはい、身長も高いしね、スタイルいいんで、はいはい、はい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 、いいと思うよ。なるほどなるほど。はい、じゃあ僕、そうっすね、いやもうほんまにみんなおすすめだけどね。うん、もうあげたらきりないけど、まあ僕的に一番こう人の心をつかむのはね、K さんだと思うし。うーん、わー、ね、来ると思った、お前絶対に、うん、絶対お前それ来ると思った。 K 君はマジで面白いしね、絡んでて、ほんでまあまあまあたまにちょっとね、何してんねんってなるけど、うん、いいですね。はいはいはい、どうぞ。俺か、誰だろ、俺が指名したい人だよね、言ったら。まあ言ったらそうやね。ああ、そっか、そういう考え方もある。ああ、そしたら俺違うわって、ね、そしたらそしたら違うわ。そしたらどうなんだろう。俺が指名、俺が指名したいのは秋だね。ああ、なるほど、まあ、なんでなんでなんで、まあ、隣行っていいっすか。どうぞ隣行っていいっすか。どうぞどうぞ、ねえねえ、やめて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 、ご指名いただきました。俺、はい、俺が、うん、俺は結局俺が一番だけど、まあそこは置いといて、それは置いといてだと、まあ、置いといて、秋さんがおすすめかな、俺は。あら、それ理由は何ですか。なんでなんでなんで、なんか俺で、ちょっとキュン、それキュン、俺ちゃうやん多分、うん、ちょっといいよ、はい、いいですか、どうぞいいよってやめてよ、ほんとに。こんな感じでノリ、ノリいいじゃないですか、ノリもいいね、ノリ、ノリいいからうんうん、ちょっと隣飽きた隣飽きたね。いや、お客さんなのに飽きたって言うのね。はいはいはい、っていう感じだから、俺は、そうだね、指名するとしたらってことだよね。まあ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 、じゃあ言い直したら、違うんだったら、指名するとしたら、もし違うんだったら、もし違ったら、あんたら最低よ。なんかそれはおすすめしといておすすめしといて違ったら、あんた最低よ。 俺指名する、いや、なんだろう、自分、うん、自分が指名するっていう、そういう女の子側の立場っていうのを考えてなかったんだけど、うん、まあね、ただ自分の今おすすめっていうか、うん、俺いいと思うよみたいな、うん、ね、感じはポンちゃんだけど、自分がもし女の子で指名するとしたら、うん、俺シュンさんなのかな。はい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 、多分シュンさんだと思う。ナンバーワンね、シュンさん。まあまあ女の気持ちも分かるしな。そうそうそう、うん、が一番まあ分かってくれるっていうか、多分女の子の気持ちとかね、うんうんうん、知ってるかなっていう感じかな、うんうん、ああ、はい、まあでもこれ、ニコ待ちですね。でもこれってどう、どんなちゃうし分からんくない、正直。なんでシーンってなったの今、うん、いやだからびっくりしちゃった。京華班、はい、女の子だとしたら、まあ女の子っていうか、なんかね、なんだろう、いいじゃん、だから別に一緒にいて楽しい人、ほら、うん、じゃあヘルプしててとかさ、宅で見ててさ、うん、
なんかいやだからみんなないそういうのないあるあるでも正直みんな仲いいしなんかそういうのあるけど決められないってそうやねみんなそういうのはあるからあ CM 行くって早いねやっぱめちゃめちゃ早いね全然30分で足りない遅いですね本当にじゃあとりあえず CM 一斉のせいで行きますかはい行きましょう CM 一斉のせいドーン自分で買いかけてんじゃねえのか開かないドアない売り上げ上げるための全てがここにある考えてる時間がもったいないお前の気持ち一つだじゃあどこで働くのエスコレでしょさあエスコレーションで働こうやられたらやり返す倍返しだクラブスコープなんでクラブスコードに通わなかったんだろう今日から週3だクラブスコード部下の売り上げは上司の上司の先は部下の冬月グループクラブスコードのことを考えて今僕はしていますでもね筋でラブできるってだけじゃないから終わらないエターナル寂しさをでなぞるよ土曜はクラブパール7時番組見るの考えてる暇はないお前の気持ち一つだじゃあ何の CM 見るのいや何の番組見るのグリコの部屋でしょはいはいとりあえずね CM のパクリやりましたはい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  CM モロでパクってやりましたね、はい、いや俺やり損やろこれちょっと俺だけ一番汚れ役汚れた汚れ役まあ汚れましたよ色々パロってみたまあまあこういうのもやって今日なんか、初めて見た CM あったね、はいはい、なんだっけあのパンさんはいはい、それ言わんでそれ別にあまあ、でも変わってたね京香さん、そういうキャラだったのはあら赤い服 AV 出てそうこれ俺のことまあ赤じゃないけどあ、まあ赤ピンクだよでも赤に見える AV 出てそう俺どういうことそれえ、高速メロンとかやった方がいいあれだ、あれイジリー、ノリさんですノリさんあ、やっちゃったんだよあうわー画質的に速すぎて多分ゆっくりゆっくりヘリコプターみたいなやつ画質的にヘリコプターみたいなやつねピンクの T シャツねゲイっぽいでも超女の子いやでもいいじゃないですかピンクはね俺似合わんから羨ましいわ、まあ、まあ俺ゲイじゃないよねバイです一緒じゃないか違う今だけどどっちでもいいんですけどね嘘だけど全然のんけだけどねのんけさんですけどねゲイに狙われるだけとかやかましいわ本当にあーでも待ってその話さでもさ1個前したよね俺ピンクの T シャツで俺ゲイみたいなあーゲイしたよね、したよねでこれもそれで俺かぶせてきちゃったらもう言うことなしで、ねうん、じゃあ本当のやつだよそうだねじゃあいのりくんクリスタル何が好きってこれ前も見たことあるこの質問どんなに聞きたくなるね前も見たことあるよクリスタルかなんだろう何が好きかな俺クリスタルですクリスタルクリスタルね。まあ何が好きなのってまあここで聞く。何好きって形ってことだ。あれって。ああ。形ってことだよねクリスタル。だって中ブランデーだからさ、まず飲まないじゃん。まあそうだ。じゃあ逆に何好き二人は。クリスタル。何なんですかね。ちょっとアキさん聞いてる？ね違う。あったからなんかアキちゃんで。手振ってって。いのりくん手振ってっていうのもあったよ見て俺ないのに振っちゃうちょっとそれもっとでっかい声で言ってこいつぼやっと今俺の耳元で見て俺そういうコメントないのに振っちゃうって言ってていやいやまあ振りね振るけどねうん今日はねさて
これ1本しかないわけよ。そう、買い忘れた。もう終わっちゃったよね。うん、言ってくれれば買ってきたのに。いや、なんかでも、もうちょいあるかなと思って作って。あー、うん、そういうことか。考えない。でもこう見たらすげえ発色いいな、この服ね。ハビック偉そうって。イノさん、エロい、エロそうっすね。エロいんすか、エロくないんすか。確かに。どっちかといえばね、うん、どっちかといえばドエロだけど。ドエロ、ドエロって初めて聞いた。ドエロ言語だね。ドエロって言ってもね。 ね、なんかニューラングエッジ。ニューラングエッジ、新しい言葉ね。新しい言葉ね。おう、ニューラングエッジ。秋服くれよ。誰やねん、誰やねん。従業員でしょ絶対。秋服くれよ、やばい。あげるわ、あげるわ。言ってくれたらあげるわ。別になんかスワロとかなんかもう飽きてきたからあげるよ、うん、ああスワロ飽きたんすか。スワロ飽きてきたからあげるよ。あ、だって。ああ、いいっすね。じゃあ次はあの、アキさんの服をあげるコーナー。なんでさ、アキの服視聴者コーナーに、視聴者にあげようのコーナー、イエイイエイ。あと、アキの、なんでそんな、アキのシルバーリングをあげようのコーナー。あげようのコーナー。それは、それは結構貼るよ。ひどいよ。結構貼るよ。結構貼るでしょ。わ、京香さんのね、じゃあこのクロムハーツを。いやいやいや。はい、こらこらこら、これね、見せんでええのよ、そんなもんな。見えんのかな、これ。いや、即売ってくださいね、皆さん。あんま大した額にはなんないと思うんですけど。ほら、欲しい人、欲しい人、はい、欲しい人。で、今ちょっと上げるとこじゃなくて、欲しい人、大したことしんですね。いい匂いしそう。売ります、ちょうだい。売ります、ちょうだい、ください。いい匂い。アキくん本体もらえないんですか。本体はね、そんな安くないぞ、俺。アキさん、ちなみに、ちょっと待って、いい匂いするから確認させて。あ、どうぞどうぞ。あー、いや、詐欺じゃ来んな、詐欺じゃ来るな。何も面白くない、その匂い。いや、だって別に指輪に匂いしないでしょ。正直そんなね。京香さん、本体はいい匂いする。僕本体、微妙やな。微妙やな。ひどい。それにして秋はいらない、うるさいわ。お、あきくんのチンゲくださいって。あかんあかん、これ絶対従業員とかふざけてるでしょ。チンゲあげろよ。右から何番目がいい。右から、そうだね、35ぐらいがいい。最低35番目。ちょっと分けて、あっち行って、分けて、終わったら。どうすんの、生えてなかったら。まさかの、まさかの、まさかの生えてなかったらどうすん。やばい、まさかの生えてないんだ。ついにそっちに走っちゃったね。そういうパターンも、なんだろう、あるかもしれないよ。あかんやつ。みんなノリいいんだけど、左からがいいとか。左からで、イノリンペットに欲しいだって。根元に生えてるやつ。やばいね、ほんとに。首は用意しといてね、とか言って、普通にペットにしたくなるパターンじゃなくて。何が、皆さんがペットになるじゃなくて、あ、俺がするってこと。逆にペットにしたくなるパターンじゃない。まあそれはほら、それはお楽しみとして、お楽しみでね。うん、うん、まあ、あれでしょう、いいやつな、ペットにするつもりで、うん、祈りのこともらったのが逆にペットにされちゃってね、うん、逆に女の子がたまらなくなっちゃって、ね、ガオーっつってな。何のガオーですか、本当にもう。いやもう結構来るね、いいからにするわと。ね、意外と乗っかってくれて。髪の毛。髪の毛いくらでもやるよ。髪の毛いくらでもやったら。本当本当、やめてやめて、俺全部欲しいから抜いていいって。お一人、お一人一本様まで。一本様ちょっとケチなそれな。超ゆるいな、ごめんね。なんかあります、聞きたいこととか。まあなんか、はい、聞きたいこと答えてくれね。今日、今日はほんと下系だねって。下系に誘導したやつがいたのかな。まあ、俺拾ったよね、ちょっと。ごめんね。誰発祥かちょっと分からんけどね。コメントだけど。ね。ちょ、まあ、毛の話やめようぜ。眉毛でもいいよとか、もうどうでもいいじゃん。もうどこの毛でもいいんだね。DNA 欲しいんだろ、要は。はいはい。DNA。DNA 欲しいんだよね、これね。だってベッカムのね、髪の毛とか売ってたしね、一時期。え、マジ？オークションで。本物か分かんなくね。いやでもライセンスとかあって、ほんまちゃんとしたやつ。髪の毛使って呪うね、だって。うわ怖い、誰よ、怖い。いいよ、呪うぐらい愛してくれるなら全然よくないから。マジで、ぶっちゃけどんな店って。ぶっちゃけちゃんとした店って書いてるけど、
いや、マジで、本当にどうだろう、客観的にどうなんだろうね、面白いのかな。なんか他のホストクラブさん、どんな感じか知らんけど、まあでも、絶対、ね、他の楽しませるところよりね、うん、楽しませる自信はありますけどね。うん、はい、来てもらったら分かるやつね。てか最近聞くとね、結構送り迷うとか聞かない？そうだね。ね、それいいことですよね。はい、どんなお店、まあでもみんなすごい仲が良すぎるからね、うん、そうなんかね、どこの店もね、僕ら体験入店でもそうですけど、うち仲いいんだよみたいな。そう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 、仲いい、どこの店でも言うんすよ、言うて、うちの店仲いいんですよ、まあ、そうそう、もう決まり文句みたいに言うけど絶対負けないよね。うん、ほんまに仲いいよな。うん、うん、年齢層アキン出た、アキン出た、あったよね、前も。ああ、そう、初回ね、だから混んでる日はたまに入れない日もあるんですけど。ああ、そうっすね、ごめんなさい。年齢層は、なんだっけ、まあ、うん、結構幅広いよね。そうね、幅広いね。まあ30代近くから、うん、まあ俺が最年少だ、20歳だけど。ね、ね、そうだね。あ、そうなのか。19はいないから。うん、前は俺19だったけど、ね、そうだね。でお酒も飲んでね、解禁して。でも基本的にはちょっと若めなのかな、年齢層。あ、今日誕生日の私にアイドルの一言ちょうだい、いいですか、しても。あら、誕生日やってあげなさい。もうそれはもう誕生日は特別なんだね。みんなからでいいんじゃない、ちょっと一言ずつパパッと。あ、アイドルの一言。あ、そうっすね、じゃあとりあえず。マジで、これ緊張するやつだよね。これさらっと言うぞ。もういいよ、ちょっと近づいて。あ、俺から行く、欲しいね。やばい、1分前だよ。それどうなの、そこの子、この子のために。あ、まあ、じゃあとりあえず俺がパパッと、うんうん、パパッと行ったら行ったら。誕生日おめでとう、いい1年にしてね。うわ、かわいい。はいはい、本当おめでとう。拍手やめろ。いや、本当おめでとう。いや、違う、イノさんにじゃない、あのこの子に。誕生日おめでとうね。誕生日おめでとう、誕生日おめでとう。もう時間ないからね。受点、はい、受点、うん、はい、ということでエジプトから見てます、ミイラより。それおもろい。交代目に当たってない？大丈夫？それおもろいな。うん、そう、面白いコメントしてくれたら拾いやすいね。あ、30秒。あれ見ろ。正面見て、正面見て。あれ見ろ。見なかったな、お前。見なかったな。じゃあもう10秒前なんでね。あ、じゃあ来週もまた見てください。ね、はい、はい、来週ね。ブリコの部屋でした。はいはい。はい、バイバーイ。バイバーイ。バイバイ。またね。全日本ホスト歌がうまい王座決定戦、全国1万人の在籍ホストからたった一人選ぶ今大会で本格的アーティストデビューするのは一体誰なのか。参加資格はホストであることのみ。現在参加者募集中。ナイトチューブはあなたの夢を応援します。チケットお問い合わせはニコナイト @nightchube.net まで。でもなく黙り込んだことにすがる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ。キャラクターに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。